行きました。こんばんは。どうもこんばんは、今日は9月5日火曜日の乃木曜日を担当する筒井あゆめです。皆さんは火曜日なのでお仕事ですか？学校始まもう9月から学校始まってるかな。どうもこんばんは。仕事です。あら、お疲れ様です。疲れたよ。あら、お疲れ。やっほーやっほー。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。今日何してた？トーク、何もしてなかったな今日は。私はなんか何してた？あ、めっちゃお掃除してました。お家の洗濯機を2回回してゴミ捨てに行って洗濯物たたんで掃除機かけて洗い物してってしてました。夏休みは終わりましたか？皆さん何しました？夏休み。えらい。あら、嬉しい。乃木坂のライブに行きました。おお、来てくれたんですね、夏休みに。嬉しい。あ、いっぱいライブっていう人がいっぱいいる。神宮楽しかったです。よかったです。また後でそのお話しますね。バンコクに行きました。バンコク行きたいな。いいですね。あやめんからパンチもらえた。本当？いっぱいパンチしたからあ、じゃあせっかくじゃない、早速乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の乃木曜日選手権は吹き戻し対決です。これを吹いて、で一番長く吹いてられた人が優勝みたいです。これは皆さん知ってますか？私は知ってたんですけどやったことはなかったです。これをやる、これをやっていきます。懐かしいな。本当？これいつのあれが時代がピークなんだろうか。私のお父さんお母さん世代かな。まあ、ちょっとやっていきたいと思います。じゃあいいですかね。いきます。せーの。あ、いや、よかった、ちゃんとできました。タイムは、お、あれ、6秒です。これはどうなんですかね。肺活量が重要だ。これは私は肺活量あんまないと思うので、つつい、あ、やめ、小数点以下まで。あ、じゃあ 6.97 は惜しい。7まで惜しい。はい、私は 6.97 秒でした。どうなんだろうか。意外と大変ですよ、3本だから。あ、1万人ありがとうございますありがとうございます。じゃあ、あ、真夏の全国ツアー
2023振り返りトークをしていきたいと思います。今年は7月から始まって8月の終わりまで北海道、大阪、広島、沖縄、愛知、宮城、神宮でやりましたね。皆さん来てくださった方いますか？甘いラビング良かったです。お、ありがとうございます。今回ユニットは私は2パターンあったんですけど、ハウスとあと甘いラビングで、ね、配信とか見てくれたり来てくれた人は分かるんですけど、なんか胸キュンゼリフ的なことを言ったんですよね。恥ずかしかったです。一番高い6階のステージにで一人でなんかそこに立って、急に音楽がちょっと静かになって、そこで恋愛シミュレーションゲーム風なやつをねやりました。地方公演と神宮でセリフが変わったんですよ。地方はなんて言ってたっけな、あ、地方はなんだっけな、もう言わないんですけど、神宮で告白的なことをしましたね。もしよかったら何か言わないんかい。そう、ちょっとやっぱね、特別なので恥ずかしいからさ、制服でそうやりました。制服ってやっぱいいですよね。嬉しかったです。卒業しても着られて。あとは地方では沖縄公演が初だったので、沖縄はね、なんか笛、指笛っていうの、なんかピーってやるやつをすっごいねしてて、ファンの方が、そこで沖縄をめちゃめちゃなんか感じました。あとは沖縄何食べたっけな、沖縄何食べたっけ、ホットドッグだ。沖縄っぽくないけどホットドッグがめっちゃ美味しかったのと、あとなんかね、かき氷も結構いろんなところでケータリングであって、私はかき氷大好きマンなので嬉しかったです。もう全部美味しかった、ふわふわのやつで。最後神宮ですね。4日間ありました。雨降らなかったですね。嬉しい。でもリハーサルでは急に降ってたりしてて、なので雨の神宮もメンバーは感じられたし、でも晴れはやっぱり降ったら降ったりすっごいテンション上がるんですけど、やっぱ髪の毛とかがね崩れちゃうので、すごい4日間も晴れてね良かったです。リハの時雨やばかったよね。そう、すっごかった。もう急に土砂降り。崩れても可愛い、あらだよね、まあ、メンバー崩れてもね可愛いんですよ。みんな空調服どうだった？空調服ねすごい大活躍でしたよ。あれすごい、やっぱりねないのとあるので全然違くて、でも4日目とかになって、なんか朝顔がむくんでたりしたら逆に汗かこうと思って、私は空調服着ずに汗流してむくみを取ってました。一番美味しかったケータリング、一番美味しかった、ちょっと待って思い出す。
私は愛知公園のオムレツサンド、ツバメパンのオムレツサンドがね、今回も置いてあったんですけど、やっぱあれすっごい美味しい、大好きなんです。みんな大好きみたいで、あれ美味しかったな。レイとね、半分して買いました。あ、サインボールの話。サインボール神宮のアンコールで初サインボール投げました。楽しかった。なんかさ、憧れだったんですよね、サインボールが。そうだから初めて投げれて、でも神宮の3日目くらいの1個が、直撃しちゃって、ファーンって投げたのにファーンっていっちゃって、痛かったかな。でもすごい喜んでたから、まあ、よかったけど、すいませんね、その方いたら。悪気はなかったです。ファーンって投げたのに、なんかファーンっていっちゃったからさ、そう、大切にしてください、もらった方は。近況報告。近況報告は、なんだろう、「おひとりさま天国」が発売中ですね。みんなの近況をじゃあ教えてくださいよ。夏休みも終わっただろうし。課題終わらない。あら、もうダメじゃないですか。まだあるのかな、夏休み。課題頑張れ。週末ミーグリ行く。お、今週末かな。ある。待ってます。あと1週間夏休みある。そうなんだ。長めですね。明日から学校始まります。頑張って。頑張ってなのかな。まあ、頑張ってですよね、夏休みの後の学校は。楽しんでね。内定もらいました。おめでとう。拍手だ。最近じゃないけど、ちょっと前に読んだ本が、なんか就活の本で、就活ってそんな、こんな大変なんだと思って、だからすごい。頑張ってください。コメント終えてないわら。そうなの。早い、早いね、これ。今日何食べた？何食べたっけ？今日何食べたっけな？今日、かぼちゃのおかゆ的なの食べた。食べました。初めて。バイト何したらいいと思う？決めていいんですか？バイト？うわー、どうしよう。私はね、何？コーヒーショップで働いてみたくて。お姉ちゃんがね、バイトし昔してたから、それがすごい楽しそうだったからやってみたいんですよね。じゃあコーヒーショップの面接受けてみてください。晩ご飯決めていいよ。晩ご飯は、じゃあ、あれ、なんだっけ、チキンの上に、チキン南蛮でお願いします。そうだ、乃木曜日選手権じゃなくて宿題やんないとですね。宿題やります。前回から、あ、弓木、
地元への気持ちをソングで歌ってください。ソングで歌ってください。だそうです。なんか連絡来て、ゆみきから。なんか先週のレンさんとかの名残の宿題だから、嫌だったらやらなくてもいいよって来たんですけど、先週の何があったか分かんないから、ちょっと分かる方教えてください。なんか名残らしい、これ。まだ続いてたのか、なんか続いてんのか。あ、先々週の話だ。先々週、何？全部松尾のせい。何？松尾がなんかしたんだ。松尾から始まった。何が始まったのかが知りたいのよ。松尾は分かった。黒幕は松尾。松尾から歌う宿題が始まった感じかな。なるほどね。やんなくて大丈夫、大丈夫。そうなの？それさ、先々週とかみんなはやったんかな？みんなやったのかやってないのか。それで私がどうなるのかが決まるんですよね。一応みんなやったはやった。あ、じゃあやります。地元への気持ち、気持ちいい。名古屋の気持ちですか？むずっ。ソング？なんだろう。地元。はい。ちょっとオリジナルソングとか初めてなので、ちょっと緊張しちゃうんですけど、まあ、聞いててください。全然メロディーが浮かばない。名古屋は美味しいものがたくさんあるよ。 そして自然もあるし、都会も感じられる。名古屋はいいよ。恥ずかしすぎる。すいません。大丈夫かな？よし。終わり。恥ずかしい、恥ずかしい。じゃあもう終わらせますね、この宿題は。ちょっと次回メンバーさんがね、あ、レノさんです。明日はレノさん。レノさん、もう動揺しちゃって、レオネって書いちゃったよ。 ありがとうございます、レノさん。何にしようかな。何しよう。なんかありますか？良さげな。オリジナルソングは終わりということで。シンクロニシティの感想。ああね。シンクロニシティ、そう。ツアーでね、お歌で披露したんですけど、確かにあり。秋にしたいこと。わあ、嬉しい。秋来ちゃう。秋大好き。
そうだね、3期生さん8周年目の目標、確かに。でもちょっとなんか目標だとちょっとあれだから、3期生さん8周年目にしたいことなどありますかにしよう。3期生さん、3期生さん、3期生さんで8週目、あ、8年目だ。そう、すみません、語彙力っていうか日本語が、私そうずっとね、家族にもお母さんにもね、日本語をもっと勉強しなさいって言われてんの。3期生さんで8年目、8年目にやりたいこと、たいことなどはありますか？はい。ということで、明日はレノさんです。お願いします。よし。あと8分ぐらいですかね。8分ぐらいはじゃあ皆さんとお話タイムしましょう。何話そうかな。シンクロにして緊張した。私もそう、あのそのお歌のメンバーにいてびっくりして、まず最初ね。で、最初そのお歌のボイトレから始まったんですけど、もうさ、みんなその歌のメンバーさんが本当に上手な方ばかりだったから、もうね、何すくね、もうああどうしようってね、なりながらやって、で本番も最初の北海道とかはもう声も震えそうだしって感じだったんですけど、徐々にやっぱりなんだろう、緊張も落ち着いてきて、神宮はね外で歌うってのもあったし、なんか清々しくねできました。やっぱりなんかこういうあれなんだ、回数を重ねるごとに何だろう、なんか成長っていうか、そういうのもねツアーのいいところですよね。堂々として見えて本当になら良かったです。秋の、ああダメでした、長い出ちゃった、前髪切らないのね、長いよね、私も思った、それは切ります、いつかね。スクショタイム OK、 スクショタイム、今流行りのポーズ何なんだろう、今何流行ってるっけ、猫ポーズ、猫ポーズね、オッケー。
はい。ウインクできないんです。ウインクできるようになりたい。あとはなんか皆さんないんですか、お話、なんかお話。最近かき氷食べてる？食べたよ。先週は2回食べました。2回、めっちゃ美味しい。1回目はね、神宮の次の日にね、お母さんとちょうど見に来てたから行って、トウモロコシのかき氷とずんだのかき氷食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。で、次の日、そう、2回連続食べちゃったんだよね。次の日はマンゴーのかき氷食べたんです。それもめっちゃ美味しかった。一人旅するならどこ？まあ行きたいとこいっぱいあるんですよね。国内だったら山形とか行ってみたいです。山形行ってもうのんびり温泉とか入っちゃってのんびり過ごしたい。スイスは国外、日本外だったら一番行きたい国なんです。めっちゃ行ってみたい。自由研究決めて。遅くない？絶対遅いよ、それ。いいよ、自由研究決めてあげる。私が小学生の頃やったのは、何やったっけな、オオサンショウウオについて調べたので。知ってますか、なんか生き物を、ナマズ的な。オオサンショウウオについて調べたらどうですか？かわいいですよ。天然記念物やん。そうなんですね。卒論決めて。うわ、卒論ってさ、私わかんないんですけど、どんなことを書くんだろう。ちょっとね、やったことないからね、まだ。本当に調べましたか、わら。調べました。でも小学生の頃なので、ちょっと記憶が曖昧でしたけど、ちゃんとオオサンショウウオ記念館みたいな、オオサンショウウオがなんか記念されてる館にもうちゃんと行って調べましたよ。あら、本当だ。もう29分でした。じゃあちょっとエンディングに行きます。乃木曜日火曜日終わりの時間です。次回の乃木曜日配信時間は決まり次第、ショールーム公式ツイ、公式 X？ びっくりした。ショールーム公式 X でお知らせします。ということで、皆さん、明日からもお仕事、学校、頑張ってください。見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。